はい、どうも、渋谷です。お願いします。今回はですね、プロスピーエース。これですね。貯めてたんですよ。スカウト。いっぱい。契約書をいっぱい貯めてました。43個、契約書ございます。これをガンガン引いていきたいと思います。まあでもね、S 確定とかは、1枚しかないです。で、A とかもいっぱいあるんで、B はもうバンバン引いちゃってたんですけども、A が決まったランクのやつが出ちゃうから、A からガンガン引いていきたいと思います。自チーム契約書。ね、自チームありがたいね。あ、こんちゃん。オッケーオッケー。ガンガン引いていきます。A ランクと、A ランクはもうガンガン引いていきます。できれば2チャームがいいなぐらいの。はい、加藤さん。はい、A、アイドン。もっと貯めれたな。ちょっとね、できる人できない日があるから。で、この期限があれでしょ、30日までしか持たないから、もっと貯める予定だったんですけど。 A ね、 A は引いていきます。はい、山田さん。はい、自チーム。はい、あ、川野選手、いいね。はい、 A はガンガン引きます。はい、こんぐらいか。 A、 あ、まだある。育てきってない選手出てきた。あ、清美、いいね。あ、 A まだあるね。ごめんなさいね。ロメロ。お、監督契約書。はいはいはい。できれば岩本勉さんで。ああ、なるほどね。あ、そういうのじゃないのか、これ。そういうのじゃないかもしんない。ごめんなさい。あ、そういうことだよね。監督、岩本勉さんで。あ、この人しか出ない。岩本、あ、選べる。すいません。しばしばお待ちください。岩本勉さんで、まあ選んだからね、そりゃ出るけれども。はい、これもガンちゃん、ガンちゃん。ね、何見せられてるんだみたいな人いると思いますが。しばしご歓談を。あ、これで A 全部引き終わった。こっから、ゴールド契約書ガンガン引いていきます。ゴールド契約書 S って何パーで出るんだ？これはもう S 見とこう。最後のチャンス！ああ、もう、ないね。もうないね。はい。まあ B も A も S も出ると、ゴールドは A な、 A とかもなかなか出ないよね。けどたまに油断したら S 出るから、ここら辺でもうないの分かるね。ちょっと演出が熱くなったらスキップ止めます。さあ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 、とかもわーとかも、最後のチャンス、文字とかがちょっといい感じだったりとかしたら B 以外が出てるかもみたいなね。まあ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 、基本 B だから。うん。最後のチャンス！はい。はい。あ、違う！あー、A だった。ちょ、ごめんね。ごめんね。まあ、A 聞いたとてね。最後のチャンス！まあ、B。うん。ゴールドで、A とか S 出たらほんとラッキーだよ。基本 B。 はい、 B でしょう。はい、いいです、分かってます。1枚でも S 出たら儲けも、ほんとに最後のチャンス。何もないね。はいはいはい、加藤さん、まあ、B も貴重ですから、ほんと僕にとっては B もありがたい。ここはーってなったり、大上げしてたりとか、ここがなんかホームラン的なこと入ってたり、球がギュイーンなってたりとか、
そういうので高ランクのやつが出るかもみたいなね。多いな、多いね。まあしばしご観覧を。もうないね。はいはいはい、これね、ほんと油断した時にエース出てね、興奮するんですよ。ないね、ない、サイドチャンス、ないね。うん、何もエース出ないで終わっちゃうかも。1枚ぐらい、サイドチャンス。 2.5% とかじゃなかった？もうちょいあんのか。ダメだ。 A も出ないね。なんか一発ぐらい S でドワーをしたいな。ワーを、まあ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 、むずいから確率的に言うと、ジャクチェリーでボーナス引くみたいな感覚だね。スロットをやってない人はごめんなさい。サイドチャンス、うん、はいはいはい、しょうがないしょうがない、こんなしょうがないですから。大丈夫、ゴールド終わった後も 10% 確率とかあるから、安心してちゃんと S 見せますから。うん、まだあるから安心して。みんなこんな出ないか。そうだよな。はい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 、40何番あったのにもう14しかない。なんか紙吹雪とかあるんですよ、 S とか出た時に。参ったな。お、こういうこと、こういうのが高ランクの可能性ある。あ、ほら文字違うでしょ。この後弾切れになったり、ほらこれでジャンプがなったりとかで割れたりして、あーダメだ、 A だ。あー、こんな感じでね、演出がちょっと違ったりするんですよ。 A でも結構確率低いはずだよ。ドキドキしたしょ今。サイドチャンス、あーダメだ、ドキドキしたでしょう。僕はドキドキしました。1枚ぐらいね、ゴールドで S 引きたいな。サイドチャンス、ダメだ。さあ来ないかな。サイドチャンス、ダメだ。わばばばばば、もう数えるほどしかない。サイドチャンス、いやーやばい。終わりが近づいてる。やめて、チャンス、やめて。あれ、ゴールドラス1だ。ゴールドラス1どうでしょうか。はい、ダメー。しょうがない。1、2、あと6枚。あ、ちょっと待ってね、所持数超えるからちょっと一旦整理してきます。はい、整頓してきました。こっから S の確率ちょっとだけ上がります。 S ランク確率 10% 契約書、10なら引ける。来い来いよ。チャンス、ダメだ。しょうがない、しょうがないよ、大丈夫。10なら引ける。もう 20% だもんこれで。サイドチャンス、あ、ダメそう。はい、ダメ。まだ10あるから安心して。はい、これで 30% だから、こうやってさすがにもうそれ引ける。サイドチャンス、ダメ。うん、これで合計 40% だから、 10% の抽選4回引いてるからさすがにもういける。あ、来たかも、本当に来ました。あ、マジでワンチャンじゃない。おお、で
これで飛んだ。割れろ割れろ割れない。はい、残念。おい、大丈夫、安心して。 30% 契約書あるから。 S ランク 30% 契約書、 30% なら引けます。入った、行きました。皆さん 30% 引きました。今、あれ、サヨナラチャンス。あら、ん、大丈夫、あれ、10% も引けない。結局40何個あったのに S ランク確定しか S 出すことできませんでした。じゃあこれ引いて終わりたいと思います。岩本勉さん狙いです。入りました。これは見ましょう。大丈夫です。あ、でもこんな初歩演出でもお、これ割れんですよ。あー、この人多い。あー、そうか。はい、ということでいっぱい契約書使ってみましたが全然うまいこといきませんでした。また貯めたら動画にしたいと思います。ありがとうございました。